ジオと申します。今日は、ね、どこにおるかというと愛知県なんですよね。名古屋市の名古屋市の何区だったっけ、中村区だっけ、八田に来ております。近鉄の八田駅ですね。まあまあまあ、すぐ松成があっちの JR の駅ですけどね。で、真下に、地下鉄があって、まあ、総合名乗りたい駅なんですけどね。まあ、なぜこんなところにあるかというと、ちょっとね、今日は待ち合わせがあって、集合場所がね、岩塚駅っていうところなんですよね。この八田駅から地下鉄で一駅、隣に行ったところっていうことなんですけど、急いで行った方がいいのかどうなのか、ちょっと連絡がつかないんで分からないんで、まあせっかくなんで、じゃあね、散歩で一本、駅間散歩あげとこうかなと。近鉄八田からね、岩塚駅っていうね、まあ超マイナーなところではございますけど、まあせっかくなんで、こっちに来たことだしね、ちょっとカメラ回そうかなという、塩梅でございますね。まあ今回はですので、多分単発じゃないかな。距離も距離なんでね、八田から岩塚だったら私だって迷わないはずよ。これで、駅の西側ですね。西って言った方がいいかな、東西南北で言った方がいいのかな、北側って言った方がいいのかな、微妙な方角なんですけどね。最初今日も風が強いな、なんかちょっと最近連日風が強いですけどね。ここが八田駅ね、地下鉄の八田駅、まあもう連動してますけど、ここは昔からの入り口ですね。で、この先、八田の駅前からずっとこっちの方面にね、向かって歩いていくといいはずです。ピカソなんてパン屋さんあるんだ。なんかちょっとピカソ感ありますね。絶対このデザインはピカソイメージしてますよね。東へ500メートル。東ってさしながらこっちになってるけど、こっちって東だったっけ、あれ東西南北の感覚が狂うな。こっちってことか、こっちに向かってってってことかな。今回はこっちね。じゃあ北って言った方がいいのかな。でもね、そう、岩塚ってね、行ったことないんだよな。八田はね、近鉄の沿線ってこともあってよく乗り降りしますし、うちのね、動画でも八田駅ね、取り上げたことありますからね。あとか、あの時は乗り返しただけか。上からそのままずっと真下に置いていってね、近鉄の八田駅から、JR から乗った時のあの時、近鉄かな、近鉄だよな。で、近鉄の八田駅に乗って、あれか、名古屋市営地下鉄のターミナルのね、企画やってた時ですね。そうそうそう。あれもね、後半戦やらないといけないですよね。思いっきりあの後緊急事態宣言とかが出てしまった感じで、ずっとディレイになったまんまですからね。1年近くディレイになってるか。ですからね。ちょっとその辺りにしないとできないんですけど、今回は早いよ。もうカスモディですからね。あとのこれでね。カラスの森って書いてカスモディね。大手事務所、お山が変わってきた。私ミスターステールのメンバーなんですよね。はい、お疲れ様です。じゃあそのファミリーマートね、駅前のファミリーマートね、行きます。きっとるし。じゃあということでね、岩塚の駅前に集合ってことなんで、こっちに向かってきましょう。駅前のファミマって言っとったけど、どこなんやろな。
155円か。ちょっと落ち着きましたね。一時期160円ドーンと超えてきてましたからね。一瞬。よりによって私が思いっきり車でね、伊勢志摩ね、移動しまくっとった時に値段でしたからね。豊国通りのずっと来て、もう言うとる気やと思うけどな。あの先のところら辺で岩戸駅のはずなんですよね。で、まあでも豊国通りやから、それがずっと行ったら、あっちですね、中村公園の方にね、出るはずなんで、こっちで問題ないはずですけどね。久しぶりにでも、こういうお手軽な単発動画撮るね。まあ、こういうのもね、こまめに挟んでたと、これからね、ドーンと撮って、ドーンと編集するね、ちょっと時間がね、土曜日もね、フルでね、仕事になってくると、いよいよちょっとなくなってきますんでね。さてと、もうそろそろ岩塚の、駅の案内とかが出てきてもいいはずないんだけどな。多分あの交換したあたりですよね。そしたら本当いろいろあるね。そうだね、パークマートも中村岩塚店ってなってるもんな。こっちで行く。あ、ここか、このファミマか。 OKOK。多分これもう岩塚の駅前、あ、ね、交差点の名前が岩塚駅前になってますもんね。よいしょ。渡っちゃわね。おっ、おったおった。